皆さんお元気ですか？ようこです。ようこチャンネル演歌歌謡曲レッスン第15回のレッスン曲は花咲雪美さんの純情未練です。主人公が可憐な少女だった頃に心から愛した人がいました。その人との恋が終わり、いくつかの恋を経て成熟した大人の女性となった彼女ですが、今でも彼のことを忘れることができません。そんな彼女の切ない思いを花咲雪美さんが情感豊かに歌っていらっしゃいます。今回のレッスンでは、どのようにすれば花咲さんのように素敵に歌うことができるのかを深掘りしていきたいと思います。それではレッスンの前に私の歌唱ですが、純情未練をお聴きください。純情未練は主人公の切ない女心を丁寧に表現していかなければなりませんが、思い入れたっぷりになりすぎてメロディーをゆっくり歌ってしまうのはいただけません。そうならないためにリズムを正確に歌うことも大切だと思います。歌い始めは語りかけるようにやや弱い音で入ります。ほ、ど、お、きょは半拍ずつテンポよく一つ一つの言葉を大切に歌います。きょの母音のおは前の音からすくい上げたら、少し音量を弱めてから吐息混じりにからに移ります。歩道橋から冬の星座の部分は、彼女の目線が彼の手元から満天の輝く星に移っていくシーンですので、徐々にスケール感を出すためにクレッシェンドしていきます。フは楽譜とは違いますが、前の音と同じラの音にアレンジして歌います。ユの音には臨時記号のシャープがついています。音程が不安定になりやすいと思いますので、テンポをゆっくり歌っておきますので、正確なメロディーを覚えてください。冬のイの音程は思うより低いですので、それを頭に置いて正確な音程で歌います。ザは濁る音をしっかり発音しないと、冬の星座と全く詩の意味が変わってしまいますので要注意です。詩音のズをしっかり発音するように意識します。このザは優しくポンと上げてすぐに音量ゼロにします。
星座、冬の星座。しは子音のすを意識してしのように歌ったら、クレッシェンドはしないで思いを込めて伸ばします。手を伸ばし、主人公の彼女は彼の優しさをずっと忘れられずにいます。その重要なシーンがこの君にとってあげるよという彼の言葉ですので、ありったけの愛情を込めて歌います。君には早いリズムですが、そっけなくならないように気をつけて、少し弱い音量で、なるべく遅れないように歌ったら、一旦音量ゼロにします。とは、ミの音を引っ掛けて歌います。手は、吐息混じりに歌って、すぐに音をかき消します。君にとって。それから、あは、低い音程から優しく突き上げて、あのように表現します。とは、やや弱い音で優しくポンと上げて大切に歌います。あげるよと、君にとってあげるよと。あなたは、愛おしい彼への思いを込めて切なそうに歌います。思いを込めて歌おうとするとリズムがゆっくりになりがちですが、なるべく遅れないように歌います。あなた、和は前の他の音程から素早くすくい上げます。他の寸前でしっかりちっちゃいつを飲み込んでから他につなげますので、どうしても他が遅れ気味になりますが、できるだけ表紙から遅れないように気をつけます。笑った。あなた、笑った。それでは、歩道橋から笑ったまで、伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。ここからは歌い出しからのメロディーの繰り返しになりますが、これまでが第一章、ここからが第二章だというふうに考えて、気持ちを新たにして歌います。なは温かさに包み込まれたような気持ちで歌ったら、シューッと音量ゼロにします。子供のような。そんなは前の冬のと同じく音程を正確に歌うように心がけます。そんな遊び。嬉しくてはあどけなさを残しつつも大人の女性へと成長している彼女のはにかんだようなときめきを想像しながら歌います。うには軽くアクセントをつけて、手は前の音から優しくすくい上げてから控えめな音量で伸ばします。嬉しくて。時よは大いなるものに自分の願いを聞き入れてもらえるようにという気持ちで丁寧に歌います。よは前の音から優しくスピーディーにすくい上げて一旦音量ゼロにします。時よ、どうかはその時点での彼女の願いであると同時に、長い年月を経た
今の彼女の願いでもあると思いますので、特に心を込めて歌います。かは、吐息混じりに歌ったら、すぐに音をかき消します。どうか。止まってとは、一つ一つの言葉を大切に歌います。とは、やや弱い音で優しくポンと上げます。止まってと、時よ、どうか、止まってと。ここまでは同じメロディーを繰り返してきましたが、私祈ったの部分は違うメロディーになります。死を弱い音でつぶやくように歌ったら、いは死の音程からすくい上げます。はちっちゃい「つ」を挟んでひとまとめにして歌います。そして「た」は吐息を絡めて歌ったら早めに音量ゼロにします。私のおた。それでは「子供のような」から「私祈った」まで伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。あなた笑った子供のようなそんな遊び嬉しくて時よどうか止まってと私祈った今は、は、一拍ずつ言葉を丁寧に押し出すように歌っていきます。まは、前の糸と同じ音を引っ掛けて素早くすくい上げます。今は。そして、息継ぎなしで木枯らしに入ります。ここからは、軽快な伴奏に変わりますので、歌もリズミカルな雰囲気で歌います。がは優しくすくい上げます。木枯らしが。ぬは毛に向かって滑らかに持ち下げ、るは優しくすくい上げます。吹き抜ける木枯らしが吹き抜ける。なくしたの部分は彼へのあふれる思いを込めながら、徐々に音量を大きくします。何は臨時記号のシャープがついていますので、正確な音程で歌うように意識します。なくした。しは前の音からすくい上げ、には一りぼっちの彼女の寂しさを表現するためにデクレッシェンドしたら、弱いまま心細そうに伸ばします。失くした恋に汚れなき純情がの部分は木枯らしが吹き抜けるの部分と同じメロディーですが、また気持ちを切り替えてリズムに乗って歌います。レは名に向かって滑らかに持ち下げます。汚れなき純情が愛しいは彼女の切ない思いを乗せて歌います。愛しいは一拍ずつ丁寧に歌いますが、次の言葉の直前で音量を弱めてから次の言葉に移ります。いは優しくもう一度言い直すように歌ったら、ストレートに6拍くらい伸ばしてから、ゆらゆらとバイブレーションをかけながらデクレッシェンドして、8拍目くらいで音量ゼロにします。愛しい。それでは、今はから愛しいまで伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。私の歌
あなたに会いたいというのが今の彼女の一番の願いです。この曲の中でここが一番表現力を必要とされるところだと思います。ここはやや弱めの音量で歌います。穴も谷もそして愛も体もそれぞれ滑らかに優しく歌います。穴はささやくように歌ったらすぐに音量ゼロにします。そして無音のままできれば息継ぎなしで谷につなげます。2は小さな音のまま糸を引くようにか細く歌います。あな、谷。愛のあはできればかすれ声で歌っていは情感豊かに伸ばしながら一拍で音量を弱めます。そしてちょっぴり息を吸ってタイにつなげます。タイは吐息混じりに滑らかに歌ったらすぐに音をかき消します。愛、タイ。せめて夢でもはその強い思いを込めて歌います。ゆは前の手と同じ音で歌ってから滑らかにすくい上げます。でもでデクレッシェンドして早めに音量ゼロにします。せめて夢でも。こははやや強めに歌います。はささやくように歌ったらシューッと音量を弱めます。そしてなるべく息継ぎなしでレテにつなげます。レテはつぶやくように歌ったらすぐに音をかき消します。壊れて。傷も苦悩も滑らかに歌ったらシューッと音量を弱めます。傷と苦悩の間はできれば息継ぎなしでつなげます。傷、苦悩、壊れて、傷、苦悩。そして四拍目の裏まで息継ぎをするのですが、この時、花咲さんは切なげな息継ぎの音を意識的に出していらっしゃいます。ただし、絶対に息継ぎの音を出さないといけないわけでもありませんから、息継ぎの音は出さなくても OK です。そして、息継ぎの後、強い音量で、フィナーレの愛の痛みに移ります。痛みのいは、前の音と同じ音にアレンジして、滑らかにすくい上げます。にも、滑らかにすくい上げたら、少しずつクレッシェンドして、八拍くらいストレートに伸ばします。そして、ゆらゆらとバイブレーションをかけながらデクレッシェンドして、十拍を過ぎたら音量ゼロにして歌い終えます。愛の痛みに、それでは、あなたに、から愛の痛みにまで伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。愛しい ここで純情未練を素敵に歌うポイントをボードにまとめてみましたので、一時停止ボタンを押して確認していただければと思います。今、若い人たちの間でも
昭和歌謡がとても新鮮なものとして新たな脚光を浴びています。今回取り上げさせていただいた純情未練もその路線を継承する楽曲だと思います。このレッスンと合わせて花咲ゆきみさんの歌唱を CD などでお聴きいただきたいと思います。そしてあなたらしい純情未練を作り上げてください。それでは、陽子の手作りカラオケをご用意しましたので、ワンコーラスを通してお一人で歌ってみてください。陽子チャンネル演歌歌謡曲レッスン第15回は花咲ゆきみさんの純情未練を取り上げさせていただきました。演歌路線とは少し違うバラード調の楽曲でノスタルジーを感じさせられる素敵な曲だと思います。皆さんの新たなレパートリーに加えていただけたら嬉しいです。緊急事態宣言が解除され、私も通常の仕事を再開することができました。仕事をしながらの動画作りで、一つのレッスン動画を作るのに、今までより少し多くの日数がかかっています。皆さんにご理解をいただけたらありがたいです。これからも一生懸命に制作を続けたいと思っていますので、変わらぬ熱い応援をしていただけたら嬉しいです。次回第16回は森山愛子さんの一人風の盆を予定しています。おわら風の盆のお祭りが催される富山市八尾町を舞台に一人の女性の物語が描かれます。どうぞお楽しみに。それでは次回の陽子チャンネル演歌歌謡曲レッスンでお会いできる日まで、ごきげんよう。